田田村村智智子子君日本共産党の田村智子ですえこの4月から、特養ホームなど施設系サービスを中心に、介護報酬の引き下げが行われました、その影響が大変懸念されます、えまずお聞きしたいのは、特養の待機者の数、え現在何人でえ、介護保険制度スタート時との比較と合わせて、厚労省、示してください。三浦浩二厚生労働省老健局長 特養のいわゆる待機者の現状と推移状況でございますけれども特別養護老人ホームの入所申し込み者の現状につきましては平成25年度に実施した調査によれば約52万4000人ということでございまして前回調査、平成21年度調査の42万1000人から約10万3000人増加しているところでございます。 なお、このうち在宅で要介護3から5というような方々につきましては平成25年度では15万 3, 人であり約15万3千人でございまして平成21年度の12万2千人から約2万1千人増加しているところでございます。田村智子君。はい。 えー、2001年に、えー、私たち日本共産党は全都道府県への聞き取り調査を行いましたが、えー、その当時の待機者というのは合計で10万4599人と私たちカウントいたしました、えー、現在はその5倍にも膨れ上がっているということになります 2000年に介護の社会化ということを目指して介護保険は導入されましたが実態はその社会化ということからは程遠いということが言えると思います、えー、大臣にお聞きしたいんですがこの要介護状態の高齢者の受け皿不足大変深刻な状態にあると思いますがそのような認識をお持ちでしょうか。塩崎康久厚生労働大臣。 特別養護老人ホームなどの整備につきましては、ご覧のように市町村が作成する介護保険の事業計画というのがありますが、そして都道府県が作成する介護保険事業支援計画に基づいて、このサービス必要、必要量の見込みを踏まえて、計画的な整備が進められてきているわけでございます。で、この4月から第6期の介護保険事業計画において、3年の計画期間だけではなくて、2025年に向けて、 この事業計画に基づいて地域医療介護総合確保基金が今回医療に加えて介護についても今年度から使えるようになるわけでありますけれどもこれによって介護施設等の整備が着実に進むように支援をしていくこととなっているわけでございますでご案内のように2025年というのは団階の世代が75歳以上になる、まあ、超高齢化の 社会ということで、それを見据えて、高齢者が重度の要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して日常生活を継続でき,できるように、地域包括ケアシステムの構築を着実に推進していかなければなりませんし、施設とそれはもうあの在宅との組み合わせを考えながら、この新しいシステムを作っていかなきゃいけないというふうに思っているところでございます。 田村智子君。その計画的な整備というのは大変遅れていると。 いう認識を持っていないのかなとちょっと疑問に思ったんですけれども今もあの在宅住み慣れたところでということも含めてですねいわば多様な受け皿ということをこの間厚生労働省はあの言ってきたと思うんですでは、その多様な受け皿の実態というのはどういうものなのか今日は東京都北区で問題になりましたあの高齢者への虐待要介護状態の高齢者がベッドに縛り付けられたままにされるなど日常的な虐待が行われていたとこの問題について取り上げます。これれはシシニアマンションョとを打たれて 昨年11月の時点で159名が入居をしていました事業者側の説明ではそのうち130名が拘束状態をしていたと北区もですね、入居者の3分の2に当たる高齢者95名障害者4名について虐待があったと認定をしていますここはの賃貸マンションというのは全く名ばかりで部屋は外の廊下から鍵をかけられる状態でした で個室は4畳半ほどの部屋にベッドが置かれていて、そのベッドで寝かされて、お腹のところに太いベルトを巻かれたり、あるいは手首にベルトを巻かれるなどして、ベッドへの拘束がある、あるいはベッドをこう、紙幣をです、ね、柵で囲って動けないようにする、これであ,のある90代の女性は、ですね、入居した後寝たきりになってしまって、何も考えずに天井を見つめるだけの日々だった、気がおかしくなりそうだったと。 こういうふういいふにも行動されているわけです。で私あの、問題なのは、ですねえ、東京都が2009年にこの施設のことを知ってるんですよ、あこの、えー、シニアマンションのこと、しかしこれは老人福祉法にいう有料老人ホームではないと判断をして、十分な指導監督を行わなかった、翌年、帰宅から有料老人ホームに該当するのではないかと指摘をされても、今回の虐待報道があるまで、この判断を変えなかったと。 これ非常に問題だと思います。で、実はこういう制度外のホームについては、えー、我が党の山下良樹議員がすでに2011年3月、予算委員会で取り上げていました。この時は、寝たきり専用賃貸住宅と打たれていう名誉だらけたんですね。こういう問題を取り上げて、サービスを提供する事業者と賃貸契約者が違う場合にも、これね、違う場合には、十分な指導が行えない実態がある。その問題を指摘しました。 当時の細川厚労大臣は、この問題について調査を約束しました、で、厚労省にお聞きします、それでは、このサービス提供事業者と賃貸契約者が違う場合も、有料老人ホームになりうるんだという見解を厚労省が示したのは、いつのことですか。三浦浩司厚生労働省老健局長え、ご指摘ございました、サービス事業者とマンションの所有者が別の方だと。 こういうことの、えー、ことにつきまして、えー、有料老人ホームに該当するかどうかあこのことにつきましてはあ今あ、ご説明ございましたように従来より都道府県などでその実態を把握した上でえで、ー、個別に判断が行われていると承知しております。 一方で、現実にはさまざまな形態が存在するということもございまして都道府県などが指導を行う際の参考にするため随時運用の考え方をお示ししているところでございます入居者の方に対しまして介護などのサービスを紹介、圧戦するなどによりまして えー、入居にかかるサービスと介護等にかかるサービスが事実上、一体的に提供されている事業を、えー、有料老人ホーム事業者として取り扱うことにつきまして、えー、平成25年の5月に通知し、その取り扱いを明示したところでございます。田村智子君あの私。あの、山下議員が取り上げたのは、平成で言えば23年なんですよ、2年も経ってから、やっとそういう見解が示された。 これ政治の責任は極めて重いというふうに思いますで、さらにお聞きします、それでは有料老人ホームについて、届け出施設と見届け施設の数、今あの、直近の数でどうつかまれていますか、5年前と比較しての数字で示してください三浦浩二老健局長え平成26年10月31日の時点で、 届け,済み届け出済みの有料老人ホームの数は9941件でございます一方、未届けの有料老人ホームの数は961件でございまして未届けの率は8.8%となっております。 また、その5年前、平成21年10月31日時点では、届け済みの有料老人ホームの数は4864件でございまして、未届けの有料老人ホームの数は389件、見届け率で申し上げますと、でございました。田村智子君これあの。この5年間でですね、どちらも2倍以上に本当に急増しているわけですね。 でしかもあの拘束などが行われている行動の制限があるということについて改善指導をした自治体というのは43に上っていますでこの北区のシニアマンションホームページを見ますと有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった国の制度の累計に該当しない一般の民間賃貸マンションですと制度外のホームなんだよということを強調しているわけです。 これ、制度外のホームってことになりますと、行政はですね、法律上の立ち入り権限さえ持てないわけです。このような制度の裏をかくようなやり方というのは、本当に許されませんで。高齢者虐待防止法に基づいて、今回はあのシニアマンションについてもですね、あの摘発が行われているんですけれども、それは当然です。しかし実態としては、老人ホームと同じようなことをやっている。ところが行政の側は、介護施設としての調査や指導ができない。 これはおかしいいと思います大臣、これは包括的な法整備が必要だと思いますが、いかがですか塩崎康久厚生労働大臣おっしゃるように、あの見届けが先ほど局長から申し上げたように、まだ8.8%あるということでありまして、これを届け出をすることについて、しなければ、これは,本,当は本来は罰則がついているわけでありますから。 これをしっかりあの都道府県にもやっていただくように私どもとしても今、えー、働きかけを強くしているわけでございまして、えーまあ、この制度的な問題についてはあ、まあ、今回の対応はあの東京都の北区が、えー、先ほどお話が出たように高齢者虐待防止法に基づく、まあ、虐待の認定とそれから改善指導をやってそれで東京都も介護保険法に基づく、えー、この訪問介護事業者および 居宅、介護、支援事業者に対する是正勧告を行うということであり、また老人福祉に基づく有料老人ホームに該当する認定をした上で、立ち入り検査指導監督を、まあ、やってきているわけでありまして、えー、問題はあのこの、こういった形で、えー、法令にのっとって対応は今回、えー、しているわけでありますけれども、問題はあ、見届けのところについて。 これを撲滅するにはどうしたらいいのかということをさらに考えなければいけないというふうに思うところでございます田村智子君。届け出するかしないかはまさに事業者の判断になってしまうわけでこういう今のシニアマンションのように自分ところは届け出の必要がない民間賃貸マンションだということをアピールしているわけですから、まあ、あの今、何らかのことが必要だというふうにあの答弁ありましたんでねぜひあの包括的な法整備これ、あの本当に踏み込んで検討していただきたいというふうに思います。 で、このシニアマンションなんですけれども家賃はね、月3万円なんですよマンションでで、居室の面積が狭いからだっていうこともホームページで説明をしていますまあこれで、あのこの事業者だけでなくて他の事業所でもですね、例えば一部屋に複数の方を生活させるなど、えー、居住環境の水準を低くして家賃を抑えるっていうこともあのー、見られるわけです特用にいつ入れるかわからない有用老人ホームは費用が高くて入れない そういう高齢者は今多数おられます。でそこに付け込んで次々と制度外のホームが作られている。これも明らかなんですよ。この五年間で二倍以上に増えているわけですから、こういう現状をえ大臣はどのように認識をされますか。塩崎康久厚生労働大臣。あの特別養護老人ホームにつきましてはご指摘のようなまあ待機者がまあいることが問題であって。 えー、在宅生活が困難な方が優先的に入所できるようにすることが、えー、これは大変大事であるわけでありましてこの4月から、えー、特別養護老人ホームの入所者は原則要介護3、えー、以上ということで、まあ、重点化をしているわけであります一方でこの北区の有料老人ホームにつきましては、えー、高齢者虐待に該当する拘束が行われていた件については、えー、関係法令に 反する行為が行われていたことそのものがまあ問題であると考えているわけであって、引き続きまあ高齢者のまあ尊厳を損ねるような虐待、あるいは身体拘束が行われることがないように、関係、特に自治体とですねえしっかり連携をしなきゃいけませんし、先ほどの,まあこの入,居と入居などのサービスと介護などのサービスが一体,に一体的にまあ提供されている事業が、有ろ老人ホームの事業でありますから、 これについては先ほど申し上げたとおりあのあのきちっとお届け出をして、えー、させて、えー、監督をちゃんと目が漏れないようにするということを徹底していくということが大事なんじゃないかなというふうふに思います。 <laughs> 田村智子君。あの今のその見解を示した、ね、ツータスの中には、ま、だこういうことがあって気になってるんですね、福祉的観点から低所得、低資産者を対象とした低廉な家賃の住まいを提供しようとする事業者にとってガイドラインへの適合を確実的に求めることは事業者による有料老人ホームの届け出意思を削ぐばかりでなく 結果として行政との連携が困難な見届け有料老人ホームを増加させることにもつながりかねずというようなことが書かれていて本当あの、有料老人ホームだったらガイドラインあってあのいろんな基準があるわけですよね。 そ,それをこう、画一的に求めたら、むしろ見届けが増えちゃうんじゃないかとか、こんなことが通達の,の中に書かれているんですよ、これではね、私は逆に結果として、質の低い、問題の多いところを広げることにならないかと、大変危惧をしていますし、そもそもですね、そういう低所得者、低資産者の方を有料老人ホームに任せるつもりなんだろうかと、厚労省の姿勢をこれ、疑わざるを得ない、いいに言わなければなりません。 あの北区の,この事業所は、ですね、実際に生活保護者も受け入れるってことも宣伝しているんです、本来、こういう福祉的対応の必要な方は、特養ホーム、養護老人ホームなどでこそ受け止めるべきで、それもできないほどに現状では受け皿不足が深刻になっているんだと、この認識を持つべきですよ、特養ホームや養護老人ホームなど、質の確保されたサービスを需要に見合って確保すべきだと。 多様なとか言って逃げない、在宅だとかって逃げたらこんなこと起きる、やっぱり特養ホーム、そして養護老人ホーム、この質がちゃんと担保されたサービスの、えー、計画的な整備がですね、必要だと、こういう認識は大臣、お持ちですか。塩崎康久厚生労働大臣あのー。 施設を作ること自体があの大事であることももちろん、まあ、我々としてはその特別養護所ゾーンを計画的に自治体と一緒に、まあ、あ作ってきているわけでありますし今回の基金を使って、えー、さらにそれを、まあ、進めるということでもございますが、えー、ご指摘のような、まあ、待機者の問題が、まあ、言ってみれば劣悪なものに行かないようにするにはどうしたらいいのかと。 ということでありますけれども在宅生活が、まあ、困難な方が優先的に、まあ、入所できるように特別養護老人ホームについてもですねしていくということが大事であって先ほど申し上げたような、まあ、重点化を図っているわけです一方で、えー、これはもう施設だけで、えー、あのこれからやっていこうということではなくて、えー、本来のまあ在宅というのも、えー、これは大事な選択肢であってだからこそお地域包括ケアシステムを どうそれぞれの地域のに合っ,った形で組んでいくかということがまあ大変重要だというふうに思ってまして、えー、在宅サービスの充実それからサービス付きの高齢者向けの住宅とかそれからまあ今の,あの有料老人ホームこれをどう多様な住まいの選択肢として用意をしながらあの地,地域全体として この高齢者が自らの住んできたところにそのまま自然な形で暮らすことが続けられるかどうかということを築、ね、き上げていくということは大事なのでそこのところをまあ総合的に判断しながらやっぱりしっかりやっていかなきゃいけませんし、まあ、あの先ほど言ったような趣旨を選択するような、えー、まあ業者についてはこれは高齢省もそれからあの都道府県もです、ね、一緒になってあのしっかりと見,見て えー、そして届け入れを、まあ、言ってみれば、えー、せざるを得ないように持っていくということが大事なんだろうというふうに思います田村智子君、あ君。今ね、困難な方にまず絞り込んで、特うに入れるようにというふうにおっしゃったように聞こえたんですけど、この北区のシニアマンションも、極めて介護度の重い方しか受け入れてないんですよ、そういう方でさえ行き場がなくなってるってことなんですよ、であの社会保障制度改革の大きな柱は、今、大臣言われた介護の重点化、適正化。 つまりはこれは給付抑制先にありきなの,の政策なんですね。で、介護職員の不足から高齢者への虐待や不適切な対応が、実は介護保険のサービスの中でも起きている、これ、土曜日の朝日新聞で報道されていて、私も大変衝撃を受けました。今行われている介護報酬の引き下げは、さらなる介護職員の不足をもたらすでしょう。特養の重点化や利用料の負担の引き上げは、行き場を失う高齢者をさらに広げるでしょう。 そうするとそこに付け入れる、付け入れる悪質なビジネスというのが広がることになっていく、大臣、そういう認識はないですか。三浦三浦浩二厚生労働省老健局長。あの身体拘束、あるいは虐待の問題でございますけれども、あの今、ご指摘ございましたような介護報酬のことと、あるいは、えー、人手不足というようなこと、まあ、こういうことをもって、えー、身体拘束を廃止できないと、そういうような理由を。 立てる前にまずは身体拘束を行わない介護ということを目標にして具体的にそれぞれの事業者で取り組んでいただくということが必要だということでございますで、ただその一方で私ども介護職員の皆さん方の処遇の改善に努めるということは非常に重要なことだと理解しておりまして介護報酬の中で処遇改善の加算を設ける また、この27年度からは、都道府県に設置した基金を活用して、介護人材の確保に向けた取り組みを一層進めると、このようなことを通じまして、引き続き都道府県などと連携しながら、介護職員の皆様方の介護、処遇改善を通じた介護職員の確保に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 田村智子君。これ、あのね、現場からは人手不足で目が離せなくてやむをえず身体拘束せざるを得ないんだって声が本当、んどんどん上がってるんですよ、そういうところで介護報酬まで引き下げるのか、これあの、引き続きまたあの、国会の中でも取り上げていきたいと思います、今日、時間がないので、次に障害年金の認定についてお聞きをしたいと思います、え障害年金の申請に対して、不支給と認定された割合に、地域差が生じている、えこのことについて、厚労省の調査結果が今年一1月、公表されました。 確認できた地域差について、簡潔に概要を説明してください。田見秀樹厚生労働省年金管理審議官。今回の調査でございますけれども、あの新規に申請があった障害基礎年金について、不支給となった割合に地域差があるんではないかということで。 日本年金機構の各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を把握するために行ったものでございます結果としましては、えー、障害基礎年金の不支給割合への地域差というものについては精神障害・知的障害の判定との関連が大きい、えー、であの障害基礎年金の不支給割合が低い県と高い県とで精神障害・知的障害の認定の際に目安となる日常生活能力の程度その評価について、えー、違いが見られると いったようなこととが確認をされたこころでございます。この結果を踏ま,踏まえましてあの、精神障害、知的障害の認定の傾向に、地域的な差が生じないようにということで、2月からあ専門家による検討会を開催しているところでございます。田村智子君。これ、資料の1枚目ご覧いただきますと、え精神障害、知的障害で見ますと、不支給決定、多くの都道府県は、不支給という認定は0%、あるいは10%台なんです。 ところが、大分県で33%、兵庫県で55.6%と、これはね、疑問を持たざるを得ないんですね。なぜこれだけの差が生じているのか、国民の年金権を保障するという立場で、真摯に分析して、手立てを取るべきだと思います。障害年金の認定というのは、基本的に本人との面談は行わず、書面だけの審査となります。そうすると、診断書に記載されたさまざまな情報。 本人や家族からの申し立て書などの内容から総合的に判断することとなっています一方でですね厚労省の今回の調査報告には次のような指摘があるんです不支給割合が低い10件では診断書の記載項目日常生活能力の程度これがあの段階でいうと2相当であることが基礎年金を支給する目安となっている一方不支給割合が高い10件では 日常生活能力の程度がおおむね3相当が目安になっていると、こういう指摘なんです、この日常生活能力の程度というのは、あの障害の程度が軽いものから順番に1から5までの5段階で評価をして、えー、診断書に記載をするんですね、この方は1とか2とか、この2っていうのは、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要というもの。 3というのは、日常生活における身の回りのことも多くの援助が必要というような判断になるんです、不支給決定の割合が高い10件、これ、あの、2で判断された方は100、100%不支給決定なんですよ、全部はねられてるんです、2の段階の方は。これは現状では、ですね、総合的な判断とは必ずしも言えず、この日常生活能力の程度の数値、これに偏重した認定が行われているんじゃないかと思いますが、いかがですか。 秀樹厚生労働省年金管理審議官あの精神障害、知的障害については、身体障害と異なりまして、検査数値等に基づいて、等級を判断するというのはなかなか難しいと。 いいう面がございますそういう意味で認定基準において日常生活の状況等を総合的に評価するということになっているわけでございましてあの日本年金機構の認定医が医学的な知見をもとに具体的な症状あるいは日常生活状況、就労状況等を総合的に評価をして個々の認定を行うということでやってきたところでございますであの今回の調査結果あの調査の中であのいわばその評価の目安ということに傾向の差があるのではないかと いいうここととが分かったところででございますけれども一方で同じ日常生活能力の程度であっても判断結果には違いがあるということも明らかになってございますので日常生活能力の程度の欄に変調した認定となっているというふうには私ども考えておりません。 田村智子君。これでもあの各県にヒアリングを行った中ではね、日常生活能力の程度が支給の目安として重要だっていう意見は確認ができるわけですし、あのまあ、実際、数字が私は表しているなというふうに思います、でですね、あのこれね、一人一人について、総合的な判断っていうのをやろうとすれば、申請の関係書類を本当に精読して、そして熟慮することが求められる、ところがですね、今年四4月1日現在で、この障害年金の,あの認定をする認定医。 これね、最も多い東京都でも11人神奈川県ではね、わずか4人なんですよで大きな県では年間、ね、6000から7000件も申請がありますでしかも出された申請はその1件は1人の認定医だけで審査をするっていう仕組みなんですこうした仕組みも地域差を生じさせる要因の一つではないかというふうに思いますがいかがですか谷水秀樹厚生労働省年金管理審議官 あの認定医の数ということでございますがあの実際、なかなかあのお、まあ、あの先生おっしゃる人数ということに関して言いますとそれぞれの,その地域での認定医お一人の方が何時間勤務しているかというところについても あの統一をしたあのことではございませんお一人お一人で長時間勤務しているという地域もございますしお一人お一人短時間で大人数でやっているというところもございますのであのそれが単純な比較ということにはならないということをまずあの申し上げさせていただきたいと思いますあの認定の確保各地域で年金機構あのそもそもやっていただけるお医者さんの確保ということで大変苦労してございましてあのそういう中であのいかに公平に的確に認定をやっていただくかということで進めているわけでございます 具体的にはあの、現在も例えば診断書の記載内容に疑問があるというようなことを認定の先生がお考えになったときには、診断書を作成したあお医者さん、まああの、申請された方の主治医ということになりますけれども、そういう方に個別に紹介を行うというようなこともやっておりますし、また必要に応じて、事務方が過去の類似事例を提示するといったサポートもやっているということでございますので。 こういうことを通じまして、引き継いで適正な判断ができるように努力をしていきたいと考えてございます。田村智子君。いずれにしても、1件を1人が担当するだけですと、やっぱりその方がどういう基準で考えるのかということに左右されるって、これは否定できないというふうに思うんですね、ぜひあの検討していただきたいんです。 それからあの、今、精神障害、知的障害について見てきましたけれどもこれの死体不自由でも不支給決定の割合は0%から40%と幅がありますし内部障害も0から50と都道府県間の差っていうのはやはり見られるわけでこれの、厚労省は今精神障害、知的障害についてのみえ検討や手立てを求められるとしていますけれどもこれ私、狭い見方じゃないかなというふうふに思っています。あの、のの、特に内部障害、これ、れ資料2でお配りりをしていますけれども、やっぱりね、診断書の中の 一般状態区分がどの状態かで支給不支給の判断がされているんじゃないかっていう指摘はよく聞くわけですよねで、しかもこの一般状態区分の記述っていうのがなかなか本人の状態をね、当てはめにくいっていう指摘も医師からあの出されていて国会でもこれまでも問題になってきました。 え例えば、あの5段階の中の「う」っていうのを見るとですねえ、歩行や身の回りのことはできるが時に少し介護が必要なこともあり軽労働はできないが日中の50%以上は帰居しているもの,あの内部障害って症状に波ありますから日中50%起きていてるのかどうかっていうのを一人の方がね、判断するってこれ非常に難しい、この一般区分、一般状態区分についてもやはり見直しってこと必要じゃないかと思いますがいかがですか。 年金管理審議官あの障害認定基準の一般状態区分表ということでございますけれども、さまざ、あ、まなあの内部障害に共通の判断基準ということで、ご本人の日常生活の制限の度合いを表す区分ということで用いられているものでございます、でご指摘のとおり、あからおまでの5段階となっているわけでございます。であの内部障害についいてこのような区分を用いる意味と いいうことでございますけれどもあの内部障害、例えば血液の検査とか体のいろんなその指標、検査の結果ということで、まあ、障害を認定してあの、例えば身体の障害であの手足の障害などというと比較的客観的にそういうときは分かるのでございますけれども内部障害の場合にそういう検査結果のみで障害の程度を把握をして判定するというのはなかなか難しい面がございます、病気があ個々の日常生活の障害ってどういう形で現れるかというところでございますので。 あのそういうい検査数値の結果だけでは難しいと一1つ、それからさまざまな内部障害の影響を共通の尺度,尺度で示すということで、障害の種類ごとの公平性を確保できるということでやっているわけでございます、そういうことを含めて総合的に判断をしているというのがこれまでのルールでございますし、やっているということでございます。あの障害認定基準について順次 認定はい、認定現場の意見を踏まえながら、疾患ごとの見直しというものを順次やっているところでございますので、私ども、認定現場の意見というようなものを聞きながら、あ具体的な必要が生じれば、対応を検討したいと思います。村智子君。あの、いずれにしても、ですね、今の認定が一人っていう、その仕組みをぜひ検討していただきたい。 やっぱり障害者の方の生活を支援している方々の意見とかあの家族の方々の意見とかでその支援している方が認定にも加われるような仕組みこれがなければ総合的な判断は非常に難しいということをあの指摘をいたしまして質問を終わります。ありがとうございい。ました。はい